あ、まあ、野球やめようと思ってたんですよ。あ、なんか壮絶すぎますね。こんなに辛かったけど、こんな嬉しいことあるんだ。さあ始まりました、頑張っている人の毎日を応援し合う番組、キキューです。司会進行を務めさせていただきます、戸田真理恵です。よろしくお願いいたします。そして今回はですね、なんと難病を発症しながらもプロ野球選手になる夢を叶えられた柴田さんをゲストとしてお迎えして、気球のコンセプトである夢や目標、そして応援についてもろもろお話をお伺いできればなと思っております。柴田さんです、よろしくお願いします。これからですね、どんどんお伺いしていくんですけれども、まずちょっと簡単に自己紹介をしていただけますか。はい、ノーボーダー株式会社代表の柴田翔吾と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも実はですね、お友達なんですよね、ここは。そうですね。そう、なんかすごいこの敬語で喋ってるのがすごい、なんかちょっとやりづらい感じはあるんですけれども。そうですね。中学校、私が中学校だったっけ、うん、3年生。中学3年生の時に高校3年生の時に病院でね、で、そう、生体ですね。生体、病院とか生体か、はいはい、そう、生体で出会って、そこからのご縁で、そうですね。そう、うん、その時もメイデンで活躍されてて、はい、で私は一応もうその時から芸能の仕事をしていてっていうので、はい、先生をね、生体の先生が合わせてくれてって感じで、ね、はい、本当変わらないですね、あの頃から。そう。変わらない、ちょっと体が大きくなって、ちょっとだいぶ大きくなって、まあ、20キロぐらい体重増えてそう、そんな感じでちょっと仲がいいんですけれども、よろしくお願いいたします。まずはですね、柴田君の幼い頃からの夢はプロ野球選手だったんですよね。はい、そうですね。でどんなきっかけでプロ野球選手になるぞと夢をこう持たれたんですか。あ、多分小学校 1,2 年生ぐらいの時に、うん、テレビで甲子園を見て、多分その時松坂大輔選手が活躍してた時で、あ、ここに移りたいと思って、うん、その延長線上にプロ野球選手がありました。あ、じゃあもともとはプロ野球選手じゃなくて甲子園からってこと。あ、多分そう、甲子園に出るのが目標だったかもしれないですね、うん、自分から野球に入った。あ、そう、もう近くに野球場があったんで、うんうんうん、そこに歩いて行って入部してきました、うんうん。え、自分一人で行った。自分一人で。そうだったんだ。すごい行動力があるね、小学生で。やりたかったんで。はい、で最初からピッチャーでってこと。最初から、まあ、左利き、まあ、2年生だったんで、うんうん、そんないいとこやらせてもらえなかったですけど、うんうんうん、4年生ぐらいからピッチャーやらせてもらいました。なるほど。ではですね、この学生の頃に難病発症されたとのことですが、はい、差し支えなければいつ頃どういう病気を発症されたんですか。はい、中学校3年生になった4月ですね、うん、え、あ、中学校3年生か。そう、うんうん、お姉ちゃんじゃなくて僕が中学校、うん、さすがに分かる。4月になんかお腹痛いなと思って、うん、盲腸っぽいなっていう症状が出たんですけど、うん、まあ、全然治らなくて、うん、で病院に行って検査したら、うん、腸管ベジェット病っていうのものですって言われて、それから闘病生活が始まりました。え、その時は入院とかはせず。あ、もう即入院して。即入院。はい。だからそうですね、合計3回入院したんですけど、うん、中学校3年生の時の出席日数と欠席日数が一緒だったんですよ。え？そうだから半分が入院してて。へえ。それぐらい最初は大変でした。じゃあもうその時はもう全然野球はやってなかった、うん、当たり前か。そうですよね。そうですね。日本代表に選ばれた時で。え、中学生で？そう、中学生で。あ、そういうのもある、ね、中学生。そうです。アンダー15っていうのがあって、でそれに行きたいなと思った時に病気になって辞退もしたし、全部大会も出れなくなりました。なんか一つ目の試練が、これだけ大きい試練が中学生って相当でかいですよね。はい、そうですね。まあ子供だったんでショックでしたね。うん、その時は周りの人はどうでした？ご両親とか。ああ、まあ、両親は心配してましたし、早く健康になってほしいって思ってましたけど、周りの子供たちはなんかかわいそうみたいな、友達たちが、うん、そう、なんかあんな風になっちゃってかわいそうだなっていう目で見られるようになりましたね。あ、そのもう難病って言われて、うん、入院が決まって野球出れない試合とか分かった時、はい、どう思ったんですか。あ、いや、そうですね、野球が大好きだったし、うんうん、野球でそのままね、甲
甲子園に行ってプロになりたいと思ってたんで、うんうん、なんか目標がなくなった感じです。なるほど。もうじゃあ結構入院中しばらくはもうずっとそういう気持ち。うん、そうです。ちょっとやけになりそうでしたね。はい、え、じゃあどういったきっかけでこう気持ち切り替わったんですか。そうです。これもあの中3の多分7月か8月の甲子園を見たんですよ、うんうんうん、でそれまではまあもう無理だから違う仕事しようかなとか野球やめようかなと思ってたんですけど、うんうんうん、それであの駒大苫小牧対済美高校っていう決勝戦があって、うんうんうん、多分田中将大選手が出てたんですけど、それがすごいまたかっこよくて、うんうんうん、あやっぱりこれ出たいなっていうので、うんうん、あの野球も一回やりたいっていうふうに先生に言いました。へえ、はい、じゃあその数ヶ月の間で気持ちが変わった、はい、そうですね、まあ、入院してる時は無理だろうと思ってたんで、うんうん、体重も60キロから45キロぐらいまで落ちましたし歩けなかったんで、まあ、諦めかけてる時になんかそういうもう一回新しい目標を見つけたっていう感じです、うんうん、じゃあこう1回目にまず衝撃を受けてさ小学校の頃見て、はい、で2回目もやっぱりその甲子園を見て気持ちがっていう感じ、うん、そうですね、まあ、いつもなんか甲子園によってこう気持ちが変わってるかもしれないですね。じゃあもうこう徐々に体調回復するようにして、うん、こうその後退院して、ま、ちょっとずつ野球を始めてたって感じですか。そうですね、リハビリしながら高校に入るんですけど、うんうんうん、はい、もう高校入ったらもう普通に練習に参加できるようになったんですか。いやもう全然別に体重もそんな感じだし、うん、あのランニングとかも10分走ったらもうヘトヘトみたいな状態だったんで、うんうん、本当にみんなが5時間練習したら僕は30分か1時間ぐらいしか練習してないです。ああ、なるほど。え、甲子園出た時は高校何年生でしたっけ。高校3年生ですね。あ、じゃあ高校2年生もこう割とこう練習とかそっちってこと。そのあまりできなくて、うん、高校1年生に本当にみんなの 10% ぐらいできて、うんうん、2年生になって 50% ぐらいできて、うんうん、3年生になって 70% ぐらいできるようになって、うん、あの試合にも出れるようになって感じです。へー、うん、そういういきさつだったんですね。そうですね、そうだったんですよ。なんかそういう風に見えないから、うん、キャラがやっぱ明るいから、うん、はい、そんな風に見えなかった。そうですね、はい。え、じゃあやっぱその夢だったわけじゃないですか、その夢が叶った瞬間、うん、その甲子園に出れた時は どうでした。その時はそうですね、うん、もう本当にその3年間高校3年間もそうだし、うんうん、中学校 その病気になった時からのなんか4年間かな、うんうん、なんか走馬灯のようにこうぐわーっと頭の中にこう思い描いてきて、うんうん、こんなに辛かったけどこんな嬉しいことあるんだっていう涙がすごい出ましたね。もうご両親なんてもうそうですよね、うん、もうそうですね、嬉しかったですしね、うん、本当にまあ喜んでくれたんで、うん、いやなんか我慢、まあ、やってきてよかったなって思いました。この高1で 10% 高2で 50% 高3で 70% ってこう上げていけたモチベーションとかって何だったんですか、うんうん、そうです。入部するときにその愛工大名電の倉野監督が、うん、あの高校3年生の夏にあの甲子園に出れたらいいよって言ってくれたんですよ。だからそれまではリハビリをしようと、あの病気を治すことを目標にしようって言ってくださったんで、うんうん、なんか本当にそこをめがけて僕は練習してて、で前例がやっぱりなかったんでベンチでやってると練習しちゃダメって言われてたんですけど、あの練習もどれぐらいやっていいか分かんないし、うん、食事も僕その時すごい制限があったんで、なんか練習も食事もどっちも気をつけなきゃいけなくて、それをあの監督と相談しながら日々こう、うんうん、あこれはいけるねとかここまで行くとお腹痛くなっちゃうねっていうのをずっと3年間やった感じですね、うんうん、なるほど、はい、こうじゃあもう食事と両方とも気を使いながらやっていったっていうモチベーションも上げていって、うん、そうですね1週間に1回僕だけ病院に通わせてもらってたんで、練習しない日を作って、うんうんうん、だからあ今日はここまで良くなりましたとか来週ここまでやってみますとか10分走れたけど次20分走ってみますとか、うんうん、キャッチボールもあピッチングかなピッチング30球投げたのを来週から40球にしてみますとか、うんうん、本当にそういう感じですね。こう、うん、同じ学年の人と同じ練習量できないわけじゃないですか、うん、できないです ね。そういうのってこう葛藤とかあったんですかその時。そうですね、まあ、毎日じゃないけど結構泣いてましたね、うん、そうなんだ、はい、
ぱり自分がすごい練習したら上手くなるって知ってるわけじゃないですか、うんうん、それができなくて、うん、でも甲子園に行きたいっていう、うん、そのなんか上手くなりたいのに休まなきゃいけないっていう葛藤と、周りがこうね、うん、すごい大変な思いしながらとか言ったらこう入ったりしながら練習してるのに、うん、僕だけこう安全な状態を保ってるっていうのはすごく辛かったですね、うん、あ、なるほど。ではですね、こう甲子園の夢が叶った後は次どんな夢を掲げたんですか？はい、そうです、甲子園出るまでが僕の一つの目標だったんで、うんうんうん、全部あ野球やめようと思ってたんですよ。あ、へえ、高校生で？そう、もう辛すぎて、あ、これを繰り返すのはちょっともう辛いと思ってやめようと思って、うんうん、レチェット病って公表したのがその甲子園出る目の愛知県大会の決勝戦なんですね、うんうんうん、それまでは誰にも言ってなかったんで、チームメイトも知らなかったんです。え、知らなかったんだ、チームメイトも。あの隠してたんですよ、あの病気だってことは言ってたけど、うん、そんなに大変なもんじゃないだろうってみんなは思ってた。うわ、それもなんかちょっと苦しいってなって、ちょっとなんかね、悲しい。そうです、だからそれを隠すために、まあ、わざと明るくしたりしてたんですけど、言った時にみんながそんな思いしてまで出たかったんだっていうので、まあ、応援してくれましたし、うん、甲子園から出ててなんか手紙が100通ぐらいもらったんですよ。へ、それがほとんどなんか女性ファンじゃなく、うん、あの病気で勇気をもらいましたっていう子たちで、あのまあ 半分嬉しいけど半分悲しい、うんうん、複雑、あの複雑な状態で、うんうんうん、まあ、でも本当同じような境遇の子とか、うん、その親御さんがメッセージをくれて、これプロ野球になって選手になったらもっとたくさんの人がこの僕の頑張りを見てくれるんじゃないかっていうので夢を変えました。なるほど。ちなみにその時野球選手になろうと思ってなかった時、何か他の目標とかこう考えてたんですか？どういう？ああ、そうですね。あのグルメレポーター。なんで？食べるのめちゃくちゃ好きじゃないですか。めっちゃ好きだったんで、あの病気が良くなったら食べたいものを食べて。美味しいって言ってテレビに出たいと思ってました。それ一番知らなかった。そう、本当それが 夢に変わりそうになっちゃったんだけど、うんうんうん、甲子園見てやめました。よかったね。あの石塚さんのテレビをずっと見てました、病院で。へー、それで、あ、これ食べたいと思いながら、うんうんうん、あ、思うようにやっぱ食事もできなかったから余計なのかな。そう、食べなかったんでね、うんうんうん、はい、高校生 その練習してた時は発症はしなかった、うん、いや、発症しましたよ。あ、してたんだ。数回して休んだりして、うん、入院も1回しましたね、はい、へえ。24時間テレビに特集されてたじゃないですか、うん、はい、その時に結構なんかその時も発症してましたよ、うん、なんか映像が。そうです、あれが高校2年生の時で、うん、高校2年生の夏の県予選前、うん、僕背番号10番もらったんですよ。あ、でやっとこれで勝ったら甲子園2年生で出れると、夢が思ったよりも1年早くなったと思ったら入院しちゃって、うん、で代わりに背番号をもらった1年生の子が活躍したんですよね。あ、でチームは甲子園に行ったんですけど、うん、僕は出れなかったですね。なんか壮絶すぎますね。壮絶？壮絶。壮絶でしょ。なんかその、うん、試練、その、うん、年齢とか関係ないのかもしれないけど、うん、早すぎるというか、なんかその大きな試練がその小さな学生の男の子に、うん、なんか抱えれるレベルじゃないですよね、うん、そんな、まあ、人それぞれそのレベルがあるかもしれないですけど、うん、やっぱり自分の夢によってどんな大きな壁も乗り越えていけたって感じなんですか、うん、そうです、それがなかったらやめてましたよね。あ、はい、なるほど、うん、ではですね、その窮地に陥った時、はい、どう乗り越えプロ野球選手になったのか教えていただけますか？それで、うん、あの手紙をたくさんもらって、じゃあ大学で野球を続けて、はい、自分がその健康状態が良くなってからプロ野球選手になりたいと思ったんで、うんうん、まあ、今まで以上に食事の管理とか、あとトレーニング、パーソナルトレーナーをつけたりだとか、うん、ピラティスとかね、ヨガとかいろいろやって、うんうん、なんかすごい言い方難しいけど、疲れないけどあの体が良くなる、うんうんうん、あの管理方法とかトレーニングを勉強して、うんうん、あの大学4年間を過ごしました。そのプロ野球選手になるって決めた時に、うん、ご家族とかご友人とか周りの反応っていうのはどうだったんですか？うんうん、ちょっと難しいだろうねっていう話はあったんですけど、病気になっちゃったから
みんなと一緒にできないし、まあ、プロ野球チームもそれを歓迎してくれるチームはなかなかいないんで、まあ、4年間でどこまで治るかっていうのを、まあ、自分で試しながら証明していった感じですね。あ、病気を治す、どこまで治るかっていうのにフォーカスは出てきたってこと、うん、そうですね。それが治って野球がもっと上手くなればいけると思ってたんで、なるほど。ではこの一番こう応援力になってくれた人ってどなたになるんですか？あ、難しいですけど、うん、まあ、一つはやっぱり両親がすごいずっと応援してくれたんで、うんうん、どんな選択も止めなかったんですよね、うんうん、僕はこれやりたいとかこういう風になりたいとか、うんうん、まあ、甲子園とかプロ野球選手になりたいっていう夢を止めずにいてくれたんで、うん、無理だった時に考えようっていう。あ、だから結構自分がやりたいことをこう制限されなかったから、うんうん、それはすごい良かったですね。なるほど、確かにご両親からしてみれば相当苦しんだ表情とか姿をすごい見てきてるからこそ、そんな大変な道に行かないでってやっぱ言いたくはなるけど、そこをちょっと後押ししてくれたって感じですか？信じてくれたっていうか。そう、信じてくれた感じですね。分かんないじゃないですか、誰にも。けどもやってみたいっていう気持ちを信じて応援してくれたっていう、はい、なるほど。ではこの YouTube 番組は応援し合う SNS である気球アプリとも連動しているんですけれども、はい、柴田くんにとって応援とは何ですかね？応援とは、うん、そうですね、あ、僕が本当つらかった時って、あの夢があったから頑張れたんですけど、うん、でもそれを応援してくれる家族とか、うんうん、監督とか、うんうん、チームメイトがいたからやっぱり乗り越えられたので、自分一人で耐えられない時誰でもあると思うから、それをこう後押ししてくれるような、すごい、あの力強いものだと思います。では最後にプロ野球選手を目指す子どもたちや学生の皆さんに一言アドバイスや応援メッセージをいただけますか？まあ、プロ野球選手って年間、うん、何人だ？100人ぐらいですかね、うんうん、慣れても100人だと思うんですけど、まあ、そこにこうも夢を持ってれば、夢を持っていれば叶えられるよとはなかなか言えないんですけど、うん、まあ、そこを目指して頑張るっていうその時間が僕はすごい大事だと思ったんで、うん、もう結果的に行けただけで、うん、あの行けなくても多分その時間はあのその後の人生に生きたと思うので、うん、あの自分がなりたいものとか、うん、まあ、プロ野球選手になりたいとかこういうとこ行きたいっていう目標を持って頑張って、行ってくれると、うん、すごいいい時間を過ごせるんじゃないかなと思います。ということで今回は柴田くんにお越しいただきました、はい、ただ柴田くんにはあと2回ほどお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きお付き合いください、はい、合わせて頑張っている人を応援し合う気球もこれから頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。